ペリリュー飛行場はペリリュー島に存在する飛行場。第二次世界大戦時に建設されて現在まで利用されている。ペリリュー飛行場は昭和14年に大日本帝国海軍が建設したもので長さ1200メートル、幅80メートルの交差した滑走路を2本持つ飛行場であった。昭和18年には戦闘機及び攻撃機をはじめとした200機の 航空機が配備されていたとされる。昭和19年3月30日、31日のパラオ大空襲にて飛行場は多大な損害を受けたが、海軍の方針によりパラオは事実上放棄され、9月15日に始まったペリリューの戦いでは、少数の稼働機が残るのみであった。米軍の第一海兵師団は飛行場の西であるペリリュー島南西海岸へ上陸し、対する日本兵は、 航空要員をはじめとする陸戦隊など1万1000人で守備していた。16日、第5海兵連隊は北部の高台からの激しい砲火の下を多数の死傷者を出しながらも素早く突き抜けて飛行場を脱出しペリリュー島の南部東岸まで進出した。残る島内最南部の日本軍は依然数多くの統治下に立てこもり激しい抵抗を続けていたが、 第7海兵連隊が相当を行った。気温は摂氏46度近くであり、海兵隊は熱被害による多くの死傷者にも悩まされた。また、海兵隊が唯一利用可能な補給用の水が油で汚染されたことも状況を困難にした。それでも23日までには、第5、7海兵連隊は、島内の空港及び島内南部を確保する目標を完遂した。 アメリカ軍は飛行場占領後、18日には利用可能な海兵隊第1観測中隊グラスホッパーはすぐに海兵隊砲兵と艦砲射撃のための観測活動を開始した。1944年9月26日、海兵隊第114戦闘機中隊の F4U が到着した。海 4U は、 ペリリュー島内での急降下爆撃活動を開始し、洞窟陣地に立てこもる日本軍と戦うために、有用な二つの兵器をもたらした。ンユーは、ロケット兵器によって、日本兵が立てこもる洞窟の入り口を爆破した。また、太平洋戦争で二度目となるナパーモダンによる攻撃も行われ、洞窟陣地を隠す植生を焼き尽くし、内部に隠れる兵士を無力化するのに有用であることが、 証明された。アメリカ軍が島を占領すると、飛行場はすぐに修繕され、アメリカ軍の航空基地となった。1944年、日本の滑走路は、それぞれ1800メートル91メートル、1200メートル79メートルになっていた。インディアナポリスの沈没後、1945年8月3日に、ペリリューからプビーが離陸しており、生存者の 初めての発見につながった。1944年10月5日、米陸軍航空軍第7空軍はフィリピンへの長距離写真偵察活動を行うため、PE-38 を装備する第28写真偵察中隊をクエゼリン艦渉からペリリューに移動した。この部隊は1945年4月までペリリューに止まり、その後沖縄へと移動した。戦争終結後、 ペリリュー飛行場はアメリカ軍に放棄された。日本存在していた滑走路の内北東から南西に伸びる滑走路が現存しているが小型機の利用に限られている。また、海軍航空隊司令部など一部の建造物が残存している。なお、戦前はペリリュー島の北隣にあるガドブス島にも東西に伸びる1000メートルの滑走路が存在していたが放棄されている。 ペリリュー島の戦いの地図飛行場は、平均海面からおおよそ3メートルの高さに存在する。4-22方向の滑走路であり、舗装は砂利であり、面積は182812メートルとなっている。1987年5月23日までの1年間では、1500回のエアタクシーの運用が行われており、平均では1ヶ月に125回であった。 コールオブデューティーワールドアットウォーでは、ローバックの指揮下のアメリカ海兵隊部隊が、飛行場付近の湿地から進出して飛行場を確保することを目的としている。装甲部隊を含む敵勢力を排除し、確保した飛行場への反撃を行っている、日本軍隊空砲の制圧を行う内容となっている。ありがとうございます。